こんにちは。ビデオで。ちょっと取材させてもらってよろしいですか。ちょっと今見せていただいたんですけど、これ牡蠣のお醤油のようですけれども、これは珍しいと思うんですが、どういうふうな形でお作りになってらっしゃるんですか。うまみの牡蠣のうまみが、まあ、オイスターソースなんか使われるようにね、非常にうまみの強い素材なので、これを醤油に使って、隠せない隠し味に仕上げたら面白いんじゃないかと、強力なうまみを牡蠣に醤油に仕上げた。卵かけ醤油でもうまみを引き出させる、醤油のうまみとバランスを非常によく出してくれる、面白い素材だと思う。卵紫はね、あんまり前に出ないような味付けにしてるんですけども、牡蠣は違って牡蠣の味を前に出そうと手法で作ったんです。チャーハンなんかの隠し味もいいですし、お漬物なんかも非常に美味しくいただけるんじゃないかと思ってます。ありがとうございました。